じゃあ、ヤカさん、お疲れ様です。今日はここは札幌で今いますけど。まあそうだな、札幌ドームが、はい、今日で全日程を終了し、まあドーム自体が、まあ、来年からエスコンフィールド北海道というところに移るということで、やっぱ札幌ドームといえば、やっぱ俺思い出すのがさ、アジア大会で、まあアテネのオリンピック、予選を戦う、そこが舞台だったのね、札幌ドームの。で、そこで、まあ4チームが参加し、まあ2チームがアテネに行けるという、まあ韓国、台湾、中国、日本、まあその中の2チームが行ける、まあその時に戦った舞台ではあるんだけど、だから、その日本ハムの試合に来てね、解説をするんだけど、試合前に必ず君が代が流れるわけ。で、その君が代を聞くとさ、やっぱその思い出がズーンと入ってくるね。日本代表の時は流れますか？ああ、やっぱ流れるからね。まあパリーグの試合っていうのは毎試合、まあ、君が代が流れるけどね。だからそういう非常に思い出がこう蘇ってくるような、まあ、札幌ドーム、まあ、19年間というね、まあ、長いようで短かったかな。それが昨日幕を下ろしたということでね、まあ、その時にちょうど解説が入り、まあ、仕事に来たんだけども、まあ、ちょっと感慨深い、まあ、思い出深い、まあ、そういうことが蘇ったかな。札幌ドームでアテネオリンピックの予選をやられてるときに一番の思い出みたいなのがあったりしますか？いや、 やっぱりさ、思い出というよりも、もう試合とかなんとかっていうよりも、まあ3連勝したけどね、もう本当に緊張マックスで戦ってたという。で、翌年に2004年に日本ハムが本拠地としてやる、その前の年だったからさ、だからすごく、まあ思い出が深いなっていうね。で、その時に小笠原という選手がいて、で、ガッツがいて、やっぱこう移転をするという、まあ札幌のファンの方とか、もうそういうので緊張でガチガチでさ、いつも。だからいろんな思いが交錯してて、まあそういう中で戦ったっていうね、そういう思い出があるけども、でも札幌ドームでさ、思い出すのはやっぱダルビッシュ、代表的な選手がね。ダルビッシュが巨人との日本シリーズの時に、なんかちょっと臀部を痛めてたんだよね。はい、で、怪我をしながら登板して、まっすぐは投げれないような状態で、マウンドに上がり、鎧変化球を駆使しながら、まあ、6回を2失点かな、ぐらいに抑えていったというさ、なんか、思い出もあるし、なんかすごい投手との投げ合い、まあ例えばダルビッシュと岩隈が投げたりだとか、ダルビッシュと田中マー君が投げ合ったりだとか、まあそういうなんかこう思い出があるよね。その時は本当球速も140ぐらいで変化球だけでかわして、そうなんだ、巨人に投げ勝ったっていう。そうそうそう、だからそういう、まあ歴史を作った球場でもあるし、まあ選手でもあるよね。で、まあもう一人はやっぱり大谷翔平かな。やっぱり165キロか。まあ最速をマークしたのも、札幌ドームだったし。まあ大谷のね、凄さっていうのはもう語るまでもないけども、俺がなんかのね、取材で帰るのが一番最後になったの。札幌ドームを。いや、取材があったんだと思うんだけど、その時に、もうファンも全部帰ってる時に、なんていうのかな、大谷翔平が、みんなが帰った後に、やっぱ残ってたんだよね。で、フェンス沿いを一人で走ってるんだよ。あれを見た時に、あ、この選手は二刀流で、まあ、世界を目指してる選手なんだなっていうね、ことを覚えてる。だからそれをなんか一時見てたけど、あ、すごいなって、この努力はって。センスだけじゃなくて努力も含めて世界で今それを人に見せてないじゃない。で、俺は見ちゃったんだけどさ、でもいいもの見れたなと思って、やっぱり世界的な選手を輩出したのも、やっぱ、まあダルビッシュとか大谷とかね、やっぱ札幌ドームが、育てたというかね、まあそんな感じもするしね。だから非常にまあ思い出を言えばさ、もうキリがないよね。だから日本シリーズでさ、広島とやった時かな、中崎から満塁サヨナラホームラン、西川春樹がさ、まあ打った記憶とだとかさ、まあ稲葉が打てなくてサヨナラホームラン打った時にお立ち台で泣いたとかね。だから、まあ、で、日本ハムの選手が
日本ハムがなぜ札幌ドームで強かったかというとさ、こう呼び出してコールがあるじゃない、その選手たちが全力で守備位置に散っていくんだよね。あれを見た時にやっぱこのチームは隙がないなって思ったね。いやだからそういうことを感じさせてくれるというかさ、すごくやっぱこう爽やかな感じ、まあそんな感じがしたし、初めて札幌ドームを見た時なんかはなんか UFO が降り立ったのかなっていうような、そんななんか斬新な感じがしたしね。思い出は語ったらキリがないけども、まあ最近ではキツネダンス今日もやってましたね。あ、今日は2回やったからね。だからまあああいうこともね含めて、なんかこう北海道という北の地にありながら、なんか全国に発信し、まあそこから世界的なプレイヤーをどんどん生み出していったというね、19年間というね、短いかね、プロ野球の本拠地とすればね。だけど次にできるエスコンフィールド北海道っていうのも素晴らしい球場だし、まあそれを楽しみにしたいとは思うけどもね。今日の試合の後のテレビ番組で、はい、ビッグボス監督が、いやだからさ、SNS で重大な発表がありますっていうようなことだからさ、ひょっとしたら辞めんのかなって。いやでも1年じゃ辞めないだろうっていうような感じを持って、まあどっからも漏れた情報がなかったからさ、何を言うんだろうなって思ったら、まあまずはユニフォームを脱ぎ、ビッグボスは辞めますと。でまあファンにはね、まあ期待されながら寂しい思いをさせたと。まあそれと非常に悔しかったのは、最下位になったから悔しいんじゃなくて、まあ選手がチャンスで打てない、ピンチを迎えた時にピッチャーが打たれる、そういうことが悔しかったと。だからそういう思いをずっと悔しく思ってたし、来年にはそういう思いをしなくても済むようにまあ頑張りますということで、まあビッグボスを脱いで新庄のユニフォームに着替えた。ああ、結局ビッグボスという呼び名を変えて、まあ新庄になるんだなっていうことをね言ってくれたけども、まあその中で来年の開幕投手を発表したというね、史上最速なんじゃない、加藤というね、規定投球回数に到達して11のフォアボールしか出してないという、これは何十年かぶりの記録を破ったんだよね。50年以上かな、70年ぶりぐらいの記録を破ったんだよね。でもこの投手はさ、もうちょっと考えられない数字なんだよね。だって規定投球回数に達してだよ、11のフォアボールしか出してないんだよ。これはなんかこう首位打者とかさ、最多勝とか防御率とか言うよりも、俺はなんかすごい数字で、で、まあビッグボスが開幕投手に、指名したけど、まあ、候補とすれば、噂だとかね、伊藤博美だとか、いろんなピッチャーいると思うんだけども、もう加藤で行くということを明言した。それもわかるような気がするし、まあビッグボスっていうのは、やっぱサービス精神が旺盛だな。だからもう、プロ野球で新たなことを、こう、非常に始めたりだとか、セレモニーも、すごく良かったしね。で、セレモニーの中で一番良かったのは、札幌ドームで初めて試合を行うときに、女の子が、サウスポーのね、7歳だったかな。7歳の女の子が、始球式をやった。それが時を19年経って、呼んで、もう一回最後のピッチをさしたというさ、これがちょっと感動的だったな。なんか涙が出てきたもん。その子もすごく笑顔でね、本当に綺麗なお嬢さんになってたけども、なんかそういうセレモニーとか、すごく凝ってたし、非常にいいものを見せてもらったなっていうね。いや、ちょっとうるっときたよ。ああ、こういう時が流れたんだなっていうのが、なんかこう始球式の女の子の映像が流れ、で、本人が登場して、やっぱ大人のいいお嬢さんになっててね、立派な。そういうことを見ると、なんかほろっときたよね。だからいい演出だったと思うね。そういうサービス精神旺盛のを含めて、来年2023年は球場変えて、エスコンフィールド北海道で、まあそうだね。開幕戦を迎える。1日早いんだよね。12球団、よりも1日早く開幕を迎えるんだけど、まあその時はどういうセレモニーがあって、まあ新庄がね、新庄監督がどういうものを見せてくれるのか。で、来年、やっぱりこのままではいけないと思うんだよね。今年の再開を踏まえてみると。でも選手は本当に清宮をはじめ成長してきてるよ。
で松本剛が首位打者を取ったり、まあ結果を残せた選手もたくさんいると思うんだけども、だからそれを束ねてやっぱり頑張ってくれないと、このままじゃやっぱりファンもねいつまでも黙ってられないと思うんだよね。だから来年は今年できなかったある程度の固定を持って戦ってほしいなって思うよね。だから選手も落ち着かなかったと思うんだよね、うん、でピッチャーもどこで使われるのかわからなかったりだとかさ、まあ最後に伊藤大海をね、クローザーに持っていったりだとかいろいろしたけども、まあそれもあんまり時間がなかったと思うんだよね。だけどその秋から春のキャンプで形をちゃんと作って、これだというチームをやっぱ作ってほしい。そしたらねもっと戦えるはずなんだよ。だからそれに期待をしたいと。来年こそはファンが望む勝ちを。まあそうだね、一つでも多い勝ちをね。ホームでは強かったけども、まあそれでも5割は切ってるけどね、うん、だけどやっぱり喜んでもらわないとさ、うん、でいつまでもそのパフォーマンスだとかそういうもので喜ばすんではなくて、やっぱプロ野球で勝負事をやってる以上やっぱ勝つということが一番のファンサービスになるしね、まあ、そこら辺はやっぱしっかり戦ってほしいなっていうふうに。でも選手が手に取るように成長が見えるようになってきたから、これは本当に楽しみだから期待してます。はい。